ファビオ・グロッソは、イタリアラツヨ州ローマ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代は、イタリア代表で、ポジションは主に左サイドバック、左サイドハーフ。現在は、セリエ B、フロジノーネ・カルジョの監督を務めている。2001年に、セリエ C2 のキエーティから、当時、セリエ A のペルージャへ、ステップアップ。ペルージャ時代に、トップ下から、左サイドへと、 コンバートされたことによりその才能をさらに開花させた。パレルモに移ってからは、ルカトーニラと共に、クラブの上位進出に貢献した。2006から07シーズンはインテルでプレーしたが、ワールドカップの疲労によるコンディション不良から本領を発揮することはできなかった。シーズン終了後、エリック・アビダルを放出して、左サイドバックを探していたオリンピックリオンに移籍することに合意。 遺跡金は750万ユーロ。2009年末にユベントスへの遺跡が決定。遺跡金は200万ユーロ最高100万ユーロのインセンティブ。2012年末引退を決断して現役生活にピリオドを打った。イタリア代表初招集は2003年。マルチェロリッピ監督に徴用され、2006年のワールドカップドイツ大会ではレギュラーの座をダッシュ。 ベスト16のオーストラリア戦では後半ロスタイムにドリブルで PA 内に侵入し PK を獲得。準決勝のドイツ戦でチームを決勝戦へと導く先制点を決めたほか、決勝のフランス戦では PK 戦の5人目のキッカーを任され成功。24年ぶりの優勝の立役者となったパオロマルディーニの背番号3を継いでいる。 2013から14シーズンのユベントスプリマベーラの春季キャンプにおいてアシスタントコーチに就任した。翌年3月11日、プリマベーラの監督に昇格した。2017年6月13日、セリエ BFC バーリ1908の監督就任が発表された。2019年11月5日、ブレシアカルチョの監督に就任したことが発表された。しかし、 同年12月2日にわずか3試合で解任された。国際 A マッチ48試合4得点、サッカーイコールイベントス、イタリア代表 DF グロッソを獲得。2009年9月5日閲覧。セットで丈文に入れ、リ、アロネートリー20 com 2013、14juvents.com2013 u 年7月11日付けハというべ、プリマベーラ。 ザンケとゲームオーバーファビオグロッソインパンチナフィーの A、ジュニオガゼッタデロスポルト2014年3月11日付、2006年、W 杯優勝メンバーのグロッソ氏、バーリの指揮官に就任。サッカーキング、2016年6月14日、閲覧。ブレシア、ファビオグロッソ氏を新指揮官に昇平。ドイツ W 杯の優勝メンバー。超ワールドサッカー。 2019年11月6日閲覧、ありがとうございます。